こちらの GS のフィーリングなんですけども、今まで自分 の苦手意識がすごくこう前半の速いトライだったんですけども、このスピードブルーに変わってからその前半のトライっていうのがすごくオートマチックになりまして、すごくこう足場作りもターン前半からしやすくなって、フォールラインからターン後半の抜けもしっかり出せてる1台になる、なってるんじゃないかなと思います。そうですね、特にその大回りで苦手意識が出ちゃうのっていうのがやっぱりターン前半方向付け足場作りだと思うんですけども、こちらのスピードブルーはそちらの足場作り方向付けっていうのがすごくこうしやすくてオートマチックで、すごくこうタイミング取りやすい1台になってるんじゃないかなと思います。今日は比較的に柔らかくてザブザブの足場が作りにくい雪だったと思うんですけども、そういった雪の中でもしっかり足場を作れて、ターン後半の抜けもかなり出てたんじゃないかなと思います。